どうぞ。さあ、ワンピーで出てくるのは M さん。M 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 さん。後ろ田中です。クーラー系のスクネームですか、確か。記憶が正しくて。あ、いよいにしてある。いいやん。あ、どこでもいいよ。さあ、クーラ対ダイモン、先方ダイモン。え、これ冷たくいかれたらどうするんだろう。え、いや、いけるぞ、こう。いけるの、これ。え、結構なんか、あんたらだったら嫌いな。これ、クッソに。だって、クラクの方が明らかに。あ、まあ、なんか、エンディアやられたら、何で。あー、そうか。で、さあ、こっからの意味合いは、らしい。安全な対応。さあ、こっから来る人もクーラーはさばいてりゃいいんだよ。集まらないと。ということで、取ると。ガンダッシュして、おこれ、脱くらいか。あ、じゃなかったら。投げは通らないから、石用の HP でフォローして、あ、これはあれ一気にやられて、えいえいと。さあ、でもまあ、ダイモン、あの体力だから随分とスタンド。さあ、ヒマ君もちょっとは楽になったね。さあ、ヒマ君に行って投げるとしたら、またそうワンフレだよ。暴れ、笑えたところにエンディングが爆発と。これは次、ビオリか、ビオリキナコ。なんか結構いい勝負。あ、でもなんかどうなんだ、押し込んだやつがあるけど。あー、まあ、そうか。あとビオリがジャンプにどっこいわ、当てるもんね。キナコはすごい。あ、うまっ、リバダイカップでーす。あー、頑張れ。ちょっとこっからジャンボとかは座ってみて。うわ、うまっ。前提狩りはもうめっちゃ楽しいんですよ、みたいな。だから全然行かないんですけど、全然するじゃないですか、やっぱ。いや、嫌なやつだ。いや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 、言わしてくれよ。嫌なんだよ、橋。さあ、ネーム絶対行くなと。はい、ちょっと全然やばいところにちゃんとグリコンを入れて。やばかった。またゲージ買って、またゲージ払っちゃったらまあ死ぬよりも。うわー、これは大丈夫。わー、醤油製のやつ、これはおい、ダークンって我が相方よ。あ、これだけやりよ。さあ、さあ、レッツゴー。まあ、お互いゲージ内で、お互いゲージ内で、まあ、じゃあ俺も変わるわ。あ、間違えた。さあ、これはきつい。ああ、ちょっと4段にはならないが、お互いちょっとゲージが少ないので、上を振りつけて、はい、中段からの中段、中段からの中段、前で締めて、投げ。さあ、連打が取りでも死んだ。よしよー、変わるか。よーよ、時間が早かった。勝ったのは、今とは勝った。はい、さあ、実況がそのままに変わりました。あの、僕も変わりたいですけど、ダメですか。ダメです、お願いします。ノリは一切してないですけど、まあ、ダメです。明日ね、明日また出上がってるんで。さあ、ワンピーがスイマーか。誰さん、スイマーさん。スイマーさんがすぐナイラさん。あ、まだナイラさんあれじゃないですか。火力分かってますよね。ありがたい、ほんと。デュエル用にさんも使ってくれてるんで。なるほど。ありがたい、ありがたい。もう、ちょっと、もう1ヶ月切ってますからね。あ、もう、また散歩ですね。これはね、やっぱうまいわ、スイマー全然ないとこ。小技をちゃんと用意してたんで、全然で、DNA が上がりまーす。ダッサーイ、小技バレバレして足をきつすぎるかして。ダッサーイ、全然なりうまっ。いけるいける。ダッサーイ、スラッシュ使った。
切らしてたんだけど、まあ、個人的には俺は使わなかったんで、ガーディアンイベントってほしいからね、はい、イベントだったんですけど、まあ、それが本人のあれなんで、まあ、個人次第に、まあ、イベントのドアカオ今のはプラッシュでしょうね、多分、うん、まあまあまあ、ガーちゃんいいんだよ、ガーちゃんと、まあ、俺が言うんやったら、ミキ取ったって言われて見てた見てた、じゃあ入ろうね、ダイモンよりは、これはもうダイモンでしょ、ダイビーさんと一番似たらキャッチリリースリリースご中断してでかいよライオンがつらすぎるんだよ、はい、ダイビーからいただいて、まあ、体力減らされたとはいえあったんだよ、ダイモンは火力は半端でない、チョイは一応カウンターのとこあるかどことかあるな、あんまりないですね、あんまりないですね、まあ、俺嫌いしてるんですね、結局ね、ABC 全部やったよ、 今ギリだよ、あー、これはギリだよ、スパキャンはいけんのか、いらっしゃるかしらね、いけるけど、もう使わなかったんだよね、あ、これは自分強いか、あー、見つけた、ただガーキャンでフォローして、あー、何をやったんや、我が相方よ、でもあの時はね、上で今度はできてないやんけ、なーにやっとんねや、もうでゲージしちゃって、相方の相性ですか、ダーマン相方チェンジマジやんか、俺と奥さんとカクタさんでカクタさんもうあの時でスパーカーカクタさんカクタさんカクタさんぶっ飛ばしそうですけどね、これ当てにもあるし空中戦強いですよ、はいはい、あれで逃げてるんで、下段に行って、ゲージないけど、大将誰やったの？量か。量でゲージ、量で一撃にした方法がある。はい。こういう、下段階級を取らないと、下発電をする。ここはゲージ使わず、後方で青くて青くて、あーあー残念、あるある、わかるわかる、さあここは大事にハローレーの技術で、さあやるしかない、やるしかない、で後方の虫が出てやる、中段のガードして演習が決まって、今までちょっともしかしたらマイク抜けてたかもしれませんけど、格闘芸の分がじゃあほとんど俺喋ってない2人とも、うん、今までちょっと今まで実況してたんですけど、まあちょっとパソコンのマイク配線がちょっとまあまあ人が多いんで誰かが踏んで抜けたかもしれないです、今まで入ってないかもしれないですけど、いつかやるべきだよな、いつか、それやばいね、せっかくパワーレス実況もあったのに、もしかして入ってないかも、結局目引きのまま終わりや、仲良くない、まあまあこの試合終わって、あらあら、あらせっかく実況してたのに、まあまあしゃあない、俺の実況が今始まったばっかりちゃうか、さあ固めて固めてバスカー、ミラコワールド始まりましたよ、ミラコワールド、はい、バスカー、今日受け放すしかない、レンガに行ってもう無理や、あれあれですもんね、ゲージなかったら何しても無理ですもんね、なんとか出ないですもんね、そう攻撃が出れない、ほんま残念、さあクラークひなこ、これもしんどいんじゃないですか、クラーク、まあしんどいでしょうね、まあ投げはめないんだな、やめたな、まあ一回投げたらなんとかできない、結局もうこれ多分いつかフランキーのパナスしかないみたいな状況だよ、うまっ、あれちゃんと見てるんですね、すごいですね、前転もきっちり取って、はい、表裏が見えず、ちょっと投げを取ったところにジャンプぶっ飛ばしてます、ハリあれめくれるでしょ、起き上がり、うん、あれね、きついっすね、返せないですからね、クラークやったらもう、うん、前転しても刈られるし、きついな、出すか、開いた、失礼します、走り始まりよ、走り合い発動決まって、ああああちょっとミスするが、まあ
リードしてるんでね。まあ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 ミスランに越したことないけど、まあ慌てるような時間じゃない。お勝ってよ、うまっ。フォローもちゃんとして、ガーちゃんで嫌がり暴れすぎて、ちょっと人からうわー、なんだこのドスコイは。さあキングのフルコンが決まって、なんだそれは。ちょっと盛り上がっちゃって、ナイラ君が先方だから、まあまあ多分適当にしとったんでしょうね、うん、あの動きは。失礼な、失礼な、ほんま失礼な。もうさてこれはきついが、体力がきついな、キャッチができないが。さあペスペスペス、はいキャッチ。さあゼロドット中だ、見えない。あのビートの2択はね、あ、前に行かなくても。もうしゃあない。ロッシー様ですかね。うん、うちの地元のメンバーですかね。茨城の店員さん。あ、アンヘルおる。ありがたい。俺アンヘル。アンヘルとジョン使いですかね。私はアンヘル使いですから。コンボ上手ですかね、ロッシーさん。あんま見せないですかね。おう。ちょっと見。私はこれは。初めてやる相手ですかね、ロッシーさんからしたら。これ近寄らんかったらアンヘル言うんです、走りたかったら。あ、どすこいとかにジャーンとか一回こうなったらヤバいと。こうなったらどうすんねん。ああ、もう旦那飛行生が、あ、チャンス、リバライして。あ、こうなったらどうすんねん、飛行生が。あー、ちょっと裏キャンミスるが、下段下段と。あ、こうなったら中段を警戒するからね。距離を取って距離を取って、刺して刺して中断と。あれ見えないね、あれ見えないです。ジャーンとしてめくりにいくが、ちょっと失礼しました、無敵が。さあこうアウト、きついアンヘル裏だった。で裏にいってめくりが見えない。ああなるな、さすがひなこ。はい、結局後天年齢者も何か来るから、うん、まあなったら終わりで。あれはアンヘルは頑張ってガードするじゃん。ガード一択。さあハイレルン対ひなこ、カップをして、知られないようにもうしゃがみ D とムースラですね。さすがハイレルン使い、先端先端先端、ペチペチと、ペチペチと、俺だけ触るよと。あんたは触らんと、お前は触んな、俺だけ触るよと。さりばないで逃げて、あーガチの早くて、ドスコンは芸術変わず、リバダイを呼んだのかと。ガーキャン出来上がり、壊して、死んで死んでと。 KO ウィナー、任務完了、ラウンド3。これもハイデルン有利ですかね。まあそれはそうっすよね。これクロス使った受けさせて下地みたいなね。下地足長すぎるよこいつ。ただ投げられた場合、ナイラさんは生発動から来ますからね。ああ、やりますね。あ、ネック、おい、これでやばいっすよ。さあ、ネックいったら、もうこのまま頑張ってバランス。キャッチ、キャッチ、減りますね、減りますね、減りますね。なんかあれ、おまけで減ってませんさよ。減りますな、ほんま。なんか前回の時と死にかけの時のなんかダメージは違うんですけど。確かに。さて、ジョン対これは端に固めたらダイモン返せる技あんのかな。まあ、ガーキャーありますからね。まあでもあれか、そうそう、ガーブスタッタ D のスタッタ構えの D です。ガーブ、そうそう、これどうすって、あーちょっと待ってもだな、あったわーお、吸い込んだ、吸い込んだ、これは、はい、ジョンは起き上がり、遅いとやりやすいんだな。はい、バックスーマリー今日は痛かったね。たぶん受け身取ってたから、うん、無理だったでしょ、たぶんダウン、一礼して礼儀を忘れず、大ダメージ、大ダメージで、大ダメージを与えて礼儀を忘れない。与えさせていただいてありがとうございます。で、ダムボタンしかっとんでって、ナエラ君の勝利ですと。食らったやろ、食らったやろ。マダロ君さん、ちょっと待って、オーダーストライク、
あ、始まったぞ。ゲームファイター。あ、まあ、ゲームファイター。あ、いいんじゃん、もう始まったぞ。どうぞ。これ出たんか。うん、多分大丈夫。うん、オーダーストライク。なんか、え、いやいや、何も言ってない。いや、なんかマイク、さあ、1P にラウンド、マナブさんが現れましたと。さてさて、全部あれ、こっちの刺して刺して、あれが、だからナイラ君7連勝してる。すげえ。点々をちっちり取って、ラルフはちょっと起き上がらないからめくりにはいけなかったかと。もうすごい姿勢が低い。で、小足コーパンと、あなたはクアーケンコーテンから投げると。足払い、足払い、安定なのかな。リバダリでもそんな食らわないだろう。小足がきつい。真剣勝負ってすばらしい。さあ強、次はアンディ・ヒナコ。これはまあアンディいけると言いますが、ペチ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 と、あー後転を思うとしたのか、ワンフレ投げやったのか。単にさあめくりにはいけないが、ワンフレ投げうまっ。背面なんだな、やっぱな。あーちょっと昇竜弾、昇竜弾、昇竜弾とダッシュで足払いをやろうとしたが距離が足りなかった。あ、ちゃんと対空してる。残留力砕き買ってリバダイダメなと。わーお、昇竜弾潰し。ラッシュワークだけうまっ。何も喋ってんの俺。喋れよ。俺もう疲れてきたね。黙秘権や。黙秘権じゃそういうもん使うもんちゃうん。使い方間違えてる。使い方間違えてる。さあ先方ヒナコ対ロバート、裏ロバート。さあ失礼します。こういうふうに無敵技はならないんかな。あ、失礼します、いけるかな。さあ決まった、発音。はい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 、いきます。死亡法うまっ。うまい。あんまりミスないですね、ほんまに。うん、やるね、やりよう。オーダーズカネキ、ありがたい。そろそろ俺の出番かな、テンさん。あ、変わって変わって、疲れた。あ、実況変わります。じゃあ、マーケットのパフォーマンスします。はい、はい、じゃあ、お願いします。これ、ほんと意味ないですよね。それでは、始めてください。マイクだけ、あれ、俺がおらへん。いやいや、入ってますよ。ここにいない。ここになくても、ちゃんとあっちの表に入ってたんで大丈夫だったんですよ。はい、次の試合。あ、もう始まってるんですか。変わったんで名前。はい、オーバーキルです、お願いいたします。はい、僕はキリアンです。なんでキリアンそんな緊張してるんですか。よろしくお願いします。はい、戦い、1P 側がテンさんで、 2P 側がナエラさんですね。はいはい、ナエラさんが連勝中です。はいはい、ナエラさん 7連勝ぐらいしてあるんじゃないですか。8ですよこれ。8、あ、ほんまに8って書いてあるわ。全然画面は見てません。あれが滑ってますよ。ちょっと大丈夫ですか。すんません。からのこれどうなんですか。ダイモンクーラーは普通はクーラー有利なんじゃないんですかね。あー、ナエラさんのダイモンなんで、もう一発が。でも地雷できないんでね、クーラーにはね。あ、そうなんですか。そうです。地雷なんか回避が早いらしくて。あー、はい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 。何やろ。回避が早かったら地雷入らないんですか。その立っちゃうじゃないですか。はいはい、立っちゃうじゃないですか。立っちゃうじゃないですか。レオナとかダメなんですかね。ああ、どうなんですかね。レオナガンガン食らってたような気がするんですけど、もっと食らうのが早いっていうことなんですか。そう、立ちっぱで当たってるじゃないですか。受け身も取らない。ひなこ、ワット。結構久々じゃないですか。ナイラさんいつもひなこ最近使わないんですよ ね。当初めっちゃ使っててやたら強かったんですけど、やっぱ他のキャラの方が面白いでしょうね。あ、なんかもう、ナイラさんはかなりのエンターテイナーでもあります。あの面白い戦いをしたい人でも。からの、おっと、からの僕ですか。からのって画面のことじゃない。ちゃいます、ちゃいます。おー、うまい。今の何がうまいか分かりません。ちょっと、これ
一回走ったらやっぱしんどいですね。もうドスコイを立ちガードしてリバダイしないと抜け出せない。アテナ、ケンさんのアテナ強いですよ。本当弱いって言ってたよ。なんでやった、おかしいでしょ。間違ってますよ。あ、火力高いですね、キナコ。あー、ほんまにもうめっちゃ減ってますね、一回一回。やばすぎでしょ、このダメージ。弱い、減りすぎでしょ。どうなんすか、おかしい、どうなんすか、キナコ。アテナ含有利です。アテナ含有利、ほんま正気くんからしたらアテナ含有利やけども、まあ、やっぱナエラさんが強いですからね、ほんまに。正気くん、悪気があって言ってないですよね。そう、悪気があって言ってないですよね。まあ一般的にあのアテナ含有利のは間違いないですよ。玉持ってるし近づけないですよ、多分ね。そうそうそう、キナコ、うん、おっ、ベニマルが返して、でからの3番誰ですか、ラウンドですか、セス、5ラウンドですか、5ラウンド、5ラウンド。それはどっちでもいいっすよ。何ラウンドでも。すいません、すいません。これやっぱベニマル、はい、どうなんすかね、セスってよくわかんないっすよね。あ、めっちゃ誰でもいけるようで、はい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 、やっぱきつい。うーん、どうだね。ただベニマル強いっすからね。もうベニマル万能キャラやと思うんで有利でしょう、うん、やっぱセスの方がやりづらい。お、返してもらっていいですか。すいません、殴って殴って殴ってめくったんですか今のは、うん、なんか当たってしまったって感じですか。あっ、おっと、終わったー。うまい、俺がテンさん倒そうか。素晴らしい、テンさん勝ちました。あ、次え、キリアンですか。順番が分かんないですね。次誰でしょう。多分キリアンまだやと思いますよ。他の人がいるんです。あー、そういうことか。あ、はいはいはい、次100ドルさんですね。パーエス消して僕が次行きますわ。100ドルさんですね。はいはい、テンさん勝った。ナエラさん、はい、ケンさんのクーラと100ドルさんのベニマル負けます。ちょ、どうしたんですか、キリアン。あ、ナエラさんどうでした、連勝だったじゃないですか。ひなこが錆び込んちゃうんか。輝いてた。ナエラさんのひなこ輝いてた、確かに確かに。最後か、最後いけたと思ったのに。テンさんやっぱ強いですね。強いです、強いです、うん、ね。なんかそういえなぜか無言ですけど、お前らの実況聞いてんねや。あ、そういえさん、何とか実況の仕方教えてください。和牛さん返してくれないで、もう焦ってるんですよ。変わってますから。うん、僕と変わりましょう。あっと、テンさんのクーラーが1ラウンド取る。セスとベニマルどうなんですかって聞いたら無視されたから。あ、これどうなんですか、レオナ。いや、間違いなくクーラー有利でしょ。クーラーほんまもレオナやりづらすぎですよ。ジャンジー、あ、橋本さんが先なんですか。あ、100ドルさんじゃないんですか。あー、すみません、今やってるのはテンさん対橋本さんで、ウラシェルさんの人ですね。そうですね、申し訳ないです。はいはいはい、あー、そうかそうか、レオナ取るの珍しいかなと思ったら、うまい、あれ僕できません。あ、マーゲルさん下手なんだよ。ほんまに、間違いない、コンボは下手、コンボは下手、間違いない。 BM すら立ち回りやる人なんでね。立ち回りっていうか、もう荒らす人ですよ、僕。いやいやいや、マジ最近上手くなってますよ。最近上手くなってる、ありがとうございます。初級者はちょっと出しましたよ。確かに、これどうなんですか、当てられような。どうなんすかね、レオナ、レオナ有利ですか。レオナ V スラで、まあ、太鼓ボール抜けていけばなんとかなるけど。マギさん、自分の意見どうなんですか。いや、結構きついんですけどね、やってて、当てな当てやって。あ、球こせるんですね、ニュートラルで。おお、いますね。なんかジャンプ CD とか出さなあかんと思ってたんですけど、ね、意外に球低いんですね。うん、ああ、それか、レオナのジャンプが意外とそんふわっとして、そんな高くないですよ、レオナのジャンプ。あれ抜けれないですもん、あの、シューイケオラを。はいはいはい、いや、あれし、ああ、そうか、ニュートラルだよ。
おー、インスタなって長取る。え、まあ僕の知識は全然ないんで間違ったことばっかり言ってる。いやいやいや、間違っててもいいんすよ。いいんすか、ありがとうございます。黙られると僕が一番困るんでね。えぇ、ー、いやいや、返してくれないとね。申し訳ない。やっぱり一人やったら僕無理ですから。いやいや、一人でもいけるでしょ。こうやって返してくれない、いけるわけないでしょ。いけます、いけます、全然いけますよ。僕やめましょうか。いやいや、やばいやばい、何もできなくなってしまう。返してください、返してください。これはどうなんですかね。ベニマル、ベニマル、ベニマル有利だと思いますけどね。足が長すぎる。バギさん有利不利しか言ってない。申し訳ない。おっと、守れたのか狙ったのか。いや、マックスライク狙って狙ってるわけないでしょ。僕みたいな考えはない。ほんま許されへん。あっと、うまい。マックスライク貢献がね、あーマーキャンがね。おー、CD にかかって、テンさん破れる。